こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、1963年に起こった慶喜ちゃん誘拐事件の後半についてお話をさせていただきます。この事件、昭和最大の誘拐事件と言われている事件です。犯人は当時30歳の小原保。この小原が4歳の男の子慶喜ちゃんを誘拐して身代金50万円を要求。警察はこの引き渡しの時に犯人逮捕を画策するんですけれども、この警察のいくつかのミスがあって小原は身代金をゲットで、慶喜ちゃんは殺害されたまま発見されなかった。でこれが2年半経ってですね、担当刑事が昭和の名刑事と言われている平塚八兵衛に代わりまして、この平塚八兵衛の捜査によって犯人小原保の、アリバイが覆されて、最終的には死刑判決が出た。で慶喜ちゃんの遺体も見つかったと、いうような事件なんですね。で前半ではですね、この事件1963年の3月31日の夕方に東京台東区の入谷南公園という公園で慶喜ちゃんが誘拐されて、その日のうちに殺害されて、円通寺というお寺の墓地に遺体が隠されて、でその後4月2日から慶喜ちゃんの家村越家に小原保が脅迫電話をかけて、で9回目ですかね、4月7日の午前1時半ぐらいの脅迫電話で村越家から西に300メーター行ったところ、品川自動車のすぐ近くに置いている車、5台の車の前から3つ目に50万円置けと、そこに慶喜ちゃんの靴が置いてるからというので、この身代金の引き渡しが行われました。で警察がですね、実はこのちゃんとこう品川自動車の方にこう捜査員を配備できなくてですね、この4分間の空白みたいなのができまして、この間に小原保が50万円を取って逃げたみたいなところまでお話ししました。さらにそこからですね、警察は公開捜査で小原保の脅迫電話の声、ちょっとこれがね特徴的で、どんなやったかな、お宅んとこね、まっすぐ来るとね、砂川自動車ってのがあるからね、寸分数に包んでね、あっからね、まつげねえよ、みたいな、このちょっとこれが福島なまりというか東北なまりのこの電話の音声を公開して、これでこの実はこの小原の家族とか小原の近くにいる人たちが、これ小原の声だというふうになってですね、警察の方に小原が犯人だと思うという情報がたくさん寄せられました。で事件から1ヶ月ちょっとぐらい経った5月21日に小原は逮捕されて取り調べを受けるんですけれども、小原は2つの、アリバイを主張します。1つが、小原は50万円ゲットしてですね、それまであった借金18万か19万をその日のうちに全部返済するんですね。お前金なかったのにこれどっから出てきたんやって言うんですが、これはその時計の密輸でこの金をゲットした、さらにはこの愛人が貸してくれたお金だというようなことを言い張ります。でもう1つはですね、自分は借金を肩代わりしてもらうために実家の福島県に3月27日から4月の3日まで行ってたんだという嘘のアリバイを主張するんです。ですがこのアリバイを警察が崩せずに、小原を長期間勾留して取り調べをするんですけど落とせなかった。でさらに小原はですね、ちょっとなんかこれ変わってるんですけど、長い期間取り調べをされるとなかなか精神的にも辛いんですけども、その時にですね、急にですね、ウキキウキキウキウキキって猿の真似をするんですね。でこれで警察が なんだお前はみたいな感じになって、なんかこうそれで煙に巻いてたと、ほんまかえと思うんですけど、そんなことをしてたらしいんです。
で警察もですね、いろいろ取り調べをするんですが、小原は落ちないと。でそんな中ですね、実はその小原に、疑いの目を向けてたのは警察だけではなかったんですね。これが東京のラジオ局で文化放送というのが今でもありますよね。でここの一人がですね、この実は吉野部ちゃん事件の犯人の音声、これが、事件が起こった後4月25日にマスコミに公開されるんですね。でその声は絶対時計、職人の小原保の声に間違いないというようなことが噂になるんです、その小原の周り で。でそれを聞きつけた文化放送のスタッフが、じゃあその小原の声を録音しに行こうということを考えるんです。で文化放送の報道記者とか何人かが集まってですね、小原はその当時10歳ぐらい年上の、女性の、経営している小料理店の2階に、こうちょっと住み込みみたいな、こう何ていうんですかね、紐みたいな生活を送ってたんですね。でそこにですね、突入してですね、小原さんですかと、あなたの周りであなたが怪しいということを言う声がたくさんあるんですよと、であなたも言いたいことがあるでしょうと、身の潔白を証明するインタビューをするのはどうでしょうと、いうようなことを持ちかけます。で小原もそこまで言われたらですね、何と言いますか、なかなかこうそれはじゃあ嫌だみたいなことは言えないんですね。で文化放送のスタッフはこの声を録音して、この警察が公開した電話の声と合わせたら、そんなのすぐこれ小原が犯人って分かるやんと、いうふうに思うんです。で実はその時のですね、文化放送のスタッフが録音した音声も実はインターネットでいっぱい出てますので聞いてみてください。でこの時にパッと気づくのが、一言で言うと電話の音声とリアルの音声はやっぱ全然違うんですね。なんか喋り方のこの指し捨ての中の詩が数になる、品川自動車が砂川自動車とか、こう新聞紙が寸分数になるような言い方は一緒なんですけど、声の張りが違うんですね。でこの時にこの文化放送がインタビューしたのが、小原さん、あなためっちゃ疑われてますけども、じゃああなたは犯人はどういう感じの人やと思うんですか、ちょっとクイズみたいな聞き方ですけどどう思います、みたいなことを聞いてるんです。でこの時に小原が答えてるのが、結局その犯罪のやり方が緻密だと、だから法律のことを知ってる人間じゃないかと、そういうことも考えられるんですけど、そういう教養のある人間があんな残酷なこと、いや残酷とはまだ言わないですけど、残酷なことをやる人間だとは思えません、みたいなことを言うんですね。この時には実は吉信ちゃんの遺体は発見されてないんです。吉信ちゃんは生きてるとみんな思ってるんです。なのにあんな残酷なことって小原は言っちゃってるんです。で、この辺りがこう文化放送のスタッフがですね、いやこいつやってるやんというふうになるんです。でも実際の声と自分たちがラジオとかテレビで聞いた電話の声が全然違う、むちゃくちゃ怪しいけど声おか違うよなということになってですね、一旦この文化放送の本社に帰るんですけれども、ディレクターやっぱりちょっともう一回撮りたいっていうので、もう一回この電話をするんです、小原をに対して。でこれが愛人がやっている小料理店に電話してですね、もしもし小原さんに代わってもらってもいいですかというので、もう少しお話をするんです。でこの時の音声も残ってるんですけど、この声が脅迫電話の声にそっくりなんです。これが実は1963年の5月にこの録音が行われてるんです。で文化放送はですね、もちろんいきなりこれボンと放送するんじゃなくて、これを警察に持っていきました。僕らはちょっとこんな捜査をしてこういうのが出てるんですけどどうですかと。ですけど警察はですね、実はちょっと小原を長い間取り調べてたんですけれども、その小原が落ちない、で
もしかしてコアラじゃないんじゃないのというようなことになってました。で、それというのもですね、実はこの警察は身代金を受け渡しした時にですね、その警察が失態でその4分間の空白ができたとか、そんなのをちゃんと上に報告してないんですね。犯人はすごい機敏に動いたので、その警察は捕まえられなかったみたいなことを言うんです。で、機敏に動く、小原は右足が動かないんです。ほとんど歩くことはできますけれども、小指より外側を使ってなんとか歩くような感じ。これでも動き早いんですけどね。なので警察は足の悪い小原にこの犯罪はできないと、特に上層部はそう思っちゃってた。さらに電話の声が、小原は30歳なんですけど、実際老けて聞こえます。まあ、すごい落ち着いてるというのと、声のトーンが老けて見える。実際40、50ぐらいに聞こえます。なので30歳の小原はやっぱり違うんじゃないかというふうに思われてしまってました。で、警察はですね、小原を逮捕する機会を、まあ、ミスミス逃して、さらにもう一回、取り調べを行うんですけれども、その時も小原はですね、まあ、こう追い詰められたら、ウキキキウキキキ、それがなんか有効なかどうか知りませんけど、まあ、そういうことをやってですね、まあ、はぐらかしていたと、まあ、いうことなんです。で、この吉信ちゃんの遺体も見つからないし、まあ、遺体というかもう殺されてるかわからないし、吉信ちゃん帰ってこないし、事件は解決されないまま1年が経ち、2年が経ちで、返しておくれ今すぐにという曲も発売され、で、1965年の5月になって平塚八兵衛という、まあ、この名警部がこの事件の担当になります。で、八兵衛はですね、そのそもそもこういろいろこう、あの小原保のこの捜査をもう一回一から洗い直しましてですね、小原のアリバイを崩していこうと、まあ、いうことを考えます。これ2つやったんですね、八兵衛は。1つは音声をきちんと声紋分析をかけようと。で、これもともと声紋分析というのは今でもよう言われてますよね。なんか声のなんていうんですかね、この指紋のように声には特徴があると。で、これをあのきっちり調べたら、この女同一人物かどうか分かるみたいな。で、声紋分析ってね、もともと実は戦争中にアメリカ軍がドイツ軍の無線士の声を特定するためにこの声紋分析を始めたんです。で、要はですね、あの昔のその戦争はこの無線士がですね、こちら何番隊、次はどこどこに移動します、あ、了解しましたみたいなやり取りをするんですけど、で、この声自体は傍受することができるんですね。で、この同じ人間がですね、そのどういう会話をしているのかっていうのが分かったら、部隊がどう動いているのかっていうのが戦争で分かるから、アメリカ軍はドイツ軍の動きを把握するためにこの声紋分析を研究します。で、その時にはこうその声紋分析っていうのは確立できないんですけど、まあ、その後確立できて、まあ、それがそのいろんなこの犯罪捜査なんかに生かされると。で、これが FBI でそのこの犯罪捜査に生かされるようになってですね、で、日本でもこの吉信ちゃん誘拐事件で初めて声紋分析が使われます。で、この電話の声と文化放送が取った声、これは実は、まあ、5000分の1ぐらいの確率で合致してるみたいなこと言われてるんですけど、まあ、法律的に認められてるのは50人の分の1ぐらいで、まだこう確固たる証拠じゃないんですけれども、まあ、かなり、まあ、こう同一人物に近いというような結果が出ます。で、もう一つはアリバイ崩しなんですね。で、小原がですね、このアリバイとしてまあ主張してたのは、1963年の3月の27日から地元福島に帰ってお金の無心を家族にしてた。で、この頃っていうのはですね、この田んぼのなんか稲をこう干すこのわらぽっちとかですね、まあ、べったことかですね、わらぼっちとかいうの分かりますかね、あの田んぼになんかこう稲でなんかこう傘みたいな三角のやつがこうブワーッと並ぶやつ、まあ、あの中で自分は寝てたと。
ということを主張するんですね。で、帰ってきたのは4月3日だと、まあ、いうようなことを主張するんです。で、まあ、誰々にも会ったみたいな、まあ、これでアリバイを、まあ、嘘のアリバイを作っていくんですけど、平塚八兵衛は実際福島に行ってですね、このわらぽっちがいつまで会ったのかみたいなことを調査するんです。で、実はですね、この小原は地元でちょっと嫌われてるみたいなところもあったので、この小原がわらぽっち、この稲をこう三角にしたこのなんか傘みたいなやつですね、田んぼにずらっと並んでるやつ、その中で寝てるのを知ってですね、もうそれを片付けたと。で、あいつ出て行ってほしいからと、まあ、いうことを実はその3月の30日ぐらいにやってるんです。なので4月とかに入って、4月1日2日にわらぽっちで寝たっていう小原の証言は嘘であるということを証明した。で、さらに4月の2日にですね、まあ、60代の知り合いに会ったということを証言してたんですけれども、まあ、それもですね、こう実際にその家族とかに聞いてですね、実は小原とその60代の男性が喋ったのは、まあ、誰々がこう手術したあの日やから、結局それは3月の間だったっていうことを証明して、お前は3月30まで福島におったっていうアリバイしかないんだということを小原に突きつけます。さらに最後ダメ押しはですね、まあ、小原はお母さんがいたんですけども、お母さん実は小原のことすごい大事にしてましてですね、でそのお母さんが、まあ、この警察のこの平塚八兵衛に対してですね、そのお前のおかんは俺が行った時に地面におでこすりつけて、まあ、どうか保つのことをよろしくお願いしますと、私は保つを信じてますが、もし万が一保つが大変なことをしてかしたんなら、どうか刑事さん、あいつをしっかり裁いてやってください。それがあいつのためですと、まあ、いうことを、まあ、土下座して、この平塚八兵衛に対してまあお願いしたと。で、そのエピソードとですね、このアリバイ崩しをですね、同時にこの小原保にドーンとぶつけたら、ついに今までこうウキキと言って逃げてた小原がですね、まあこう認めて、まあ、その時持ってたお金は慶喜ちゃんの家族からもらったお金ですというのをポロッと言ったと。で、そこからもう平塚八兵衛が畳みかけてですね、まあ、最終的に慶喜ちゃんを殺害した。で、遺体は円通寺というお寺の石窟、この石の箱の中に入っているということを言った。で、平塚八兵衛はすぐに捜査員を円通寺に向かわしたところ、まあ、実は間違いで隣のなんかあの新勝寺っていうところ探して、まあ、見つからんみたいなことになったんですけど、まあ、ちゃんとこのその隣の円通寺行ってですね、この石窟の中から、まあ、半分白骨化した慶喜ちゃんを見つけました。で、僕この円通寺で会ってたよな、円通寺ですね、行ってきました。で、今もですね、その慶喜ちゃんを、まあ、慰霊するお地蔵さんみたいなのが祀られてます。で、昔はですね、あの実はその本当に慶喜ちゃんが見つかった場所にお地蔵さんが置かれてたんですけど、今は結構そのお寺の正面のところにあの置かれてます。まあ、お寺の方にちょっとお伺いしたらですね、 今はこれがお参り用のお地蔵さんですと、まあ、いうことを教えてくれました。なんかこう お釈迦さん、仏さんみたいな人がですね、赤ちゃんをこう抱っこしてるみたいな、そんな仏像なんですね。で、あれはだから地蔵なんかな、とにかく赤ちゃんを抱っこしているような、まあ、こう仏像がありまして、まあ、これが慶喜ちゃんの慰霊のため あの仏像ですということを教えてくれました。で、ちょっと手を合わせてきました。で、ちょっとまあ裏の方を回ってみたんですけども、まさにこの警察が間違えて探した新勝寺と円通寺というのが隣り合ってました。細い路地があるんです、間に。で、奥の方にですね、まあ、今はまあ周りが住宅街なんで、このお墓がちょっと見えにくい方がいいというので高い塀があるんですけども、そこにまあお墓がブワッと乱立してまして、まあ、この一角に慶喜ちゃんはまあ隠されてたと、まあ、いうことが言われています。で、まあ、この小原保はこの平塚八兵衛によって落とされましてですね、まあ、その後まあ平塚八兵衛は実はですね、まあ、いっぱい本が出てまして、この八兵衛捕物帳とかですね、刑事一代とかですね、なのでまあ平塚八兵衛のこと知りたかったらそんな本いっぱいありますんで、よければどうぞ。で、最終的に死刑判決がまあ確定します。
でもう小原もですね、もうこの八兵衛に落とされてからはですね、まあもう、まあ、ある意味あの一説には八兵衛がこうむちゃくちゃこう拷問したみたいなことも言われてるんですけど、そのあたりの真相はちょっと僕は分からないです。でまあそんな説もあります。でこの、結局文化放送もですね、そのこの八兵衛が落とすちょっとぐらい前にですね、自分たちのスクープの音源ですね、犯人の脅迫電話の声とこの自分たちが取材した小原の声をまあ放送してですね、まあ、この辺もこういうのもすごいまあ時代としては盛り上がったとまあいうふうに言われています。で、小原はですね、最終的に1966年なんで事件から3年後ですね、死刑が確定しました。で死刑が執行されたのは71年ですね。でこの間だから 5,6 年あるんですけれども、この時に、まあ、この短歌を勉強する、まあ、その土偶短歌会というところに入りました。これなんか森山さんって人が、ね、始めた短歌の会なんですけれども、もともとこの結核とか、まあ、当時流行ってまして、この結核の入院患者さんというのはとにかく暇なんで、でまあもしかしたら死ぬかもしれないみたいなことを思ってるので、この死生観みたいなのをたくさんこう短歌にするみたいな、その勉強会、短歌の勉強会、これがまあ土偶短歌会っていう、土偶ってあれですね、あのこう土の中から出てくるあの縄文時代とかの土偶のあれですね、ハニャのあれですね。で、まあ、土偶短歌会っていうのにいきなりですね、小原保つからですね、入れてくださいという、そういうなんかお手紙が来るんですね。で、まあ、この代表のこの森川って人はですね、まあ、この犯罪人であるけれども、で死刑囚であるけれども、まあまあ入りたいって言ったら、まあ無限にもできんというので、どうぞ入ってくださいという、ただその同じ会員の人にはですね、そんなやつ入れんなっていう人も出てくるから、名前は小原保つじゃダメよと、なんかペンネームつけへんみたいなことを言われたら、小原はですね、福島誠一という、まあ、福島県生まれ、誠はあの誠ですね、で一番の一、福島誠一というペンネームで、まあ、短歌を読みます。でいくつかあるんですけど、例えばこんなんですね、踏みしめて上り行く時13の木田橋きしまむ罪の重さに、これあの上り行く時13のっていうのが、この死刑の時の絞首刑は13階段って言われてるんですね。13個階段があって、それを登ったらそのこの首をくぐるこの輪っかがあって、で首つけられてボンと落とされて、まあ死刑が執行されるっていう。でこの時にこの13階段がギシギシきしむと、でこれがきしむのは罪の重さできしむんだよと、まあ、そんな歌を歌ってます。あとはですね、すすぎたる肌着の白き吹かれつつ予告なき死に吹かれて乾く、これはあのまあ死刑囚として拘置所に長らくいますとですね、まあ、この洗濯とかもするんですね。で、まあ、すすい自分で洗濯して肌着をすすぎますと、でこれをまあ干しますと、これがまあ白く吹かれてると、で、まあ、自分はいつか死ぬかもしれないという、まあ、そういう思いに何度もこう、苛まれることによって、まあ、吹かれることによってやがて自分自身が少しでも白くなっていくという、まあこう何て言うんですかね、こう、まあ、罪がこう流されていくというわけじゃないんですけど、自分の心がだんだんこう白くなっていく、まあ、そういう思いをこの選択したこの肌着の白さにこう何かこう投影したという、まあ、そういう感じですね。で結局ですね、1971年の12月23日に、宮城の拘置所で死刑が執行されます。でこの死刑がですね、まだ1971年なんて前日に告知されてた時期です。73年にあの、当日告知に変わってるはずなんで、その前なんですよね。で実はその前日に告知された、小原はですね、このずっとお世話になってた短歌のもう勉強会の森川さんって人に、まあ、手紙を書いてます。で、まあ、いわゆる辞世の句ですね、それをまあ3つか4つくらいですかね、
読んでるんです。まあ、ちょっとそれを紹介しましょう。明日の詩を前にひたすら打ち続く、鼓動を指に聞きつつ眠る。明日の詩を、まあ、明日死ぬんですよね。前にひたすら打ち続く、鼓動を指に聞きつつ眠る。まあ、心臓がドックンドックンとするのを、まあ、こう胸に手を当てて感じながら、まあ、明日この心臓が止まるんやなというのを、まあ、こう聞いてると。もう一つが、褒められしことも嬉しく6年の祈りの会を見たるついの日。まあ小原はですね、その付き合ってた愛人さん、まあ、彼女さんですねの影響で、仏教に入るんですね。でまあその事件を起こすまではあんまり熱心じゃなかったんですけど、まあ、自分が死刑囚になってですね、この確か仏教だったと思うんですけど、まあ、仏教にも深く帰依するようになったと。でまあこれがその6年間その宗教に対してもこう誠実にやってたということで、この祈りもこう褒められることもあるし、この祈りがまあこう最後の日にまあようやくこう自分を変えてきたみたいな、まあ多分そんなことやと思うんです。最後ですね、最後が「よう後によう後に」かな。今行く我に花びらを、フラスカ角の若き琵琶の木。まあこれはまんまですよね。多分この門の横に琵琶の木がなってて、まあ、その花びらがまあ降ってると。で明日自分死ぬみたいな、多分そんなことだと思います。で小原のご家族にですね起こったまあトラブルみたいなものがありまして、まあ、それがですね、まあ、お母さんがまあ自殺してしまったという説があります。でこれはちょっと諸説あるんですね。まあ、どうしてもこの田舎にまあご実家がありました。でまあそのもともとやっぱりこの貧しい地域というのはその互いにまあ団結はするんですけれど、やっぱこう村八部的な部分もあってですね、ましてやですねその息子が殺人罪、誘拐殺人を犯したなんてなるとですね、まあ、その家族に対しても当たりはきついんですよね。で、まあ、この福島で生きてられないくなったまあご実家の方々はですね、東京の方に来てですね、お母さんは東京にまあ、逃げるようにやってきてそこで亡くなったというふうに言われているんですが、まあ、一説には遺書を残して、まあ、死んだ、自殺したというふうにも言われています。でその遺書というのが残ってまして、これもちょっと紹介していきたいと思います。小原保のお母さんの豊さんの、まあ、手記ですね。村越様許してください。わしが保を産んだ母親でございます。タモツが犯人というニュースを聞いて、吉信ちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれども、あまりの非道に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。タモツよ、大それた罪を犯してくれたな。わしは吉信ちゃんのお母さんが吉信ちゃんを可愛がってきたように、お前を可愛がってきたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったの。保つよ、お前は地獄へ行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。まあということです。まあおそらくお母さんはその病死されたと、まあ、いうことなんですけれども、まあそのまあ、一説にはこういう遺書があるの自殺なんじゃないかみたいなことも言われているということです。で最後にこのまあ事件のまあ余波みたいなところなんですけど、まあ、実はこの事件ですね、まあ、その犯人の小原保が脅迫電話をかけている段階で、まあ、なぜ捕まらなかったのか。実はこの脅迫電話は長いので4分ぐらいです。で最後もですね3分ぐらい喋ってるんですね。で余裕で逆探知できる長さ喋ってるんです。で、まあ、ご家族もですね、まあ、なんとかこう会話を引っ張ったりとか、まあ、するようなこともしてるんですけれども、まあ、実はこの時のですね、まあ、NTT の前身となるまあこうその電話局がですね逆探知を
この契約者の秘密を守るという、まあ、そういうことでですね、逆探知を認めなかったんですね。でこれがですね、このやっぱ犯人逮捕を、まあ、だいぶ遅らしてしまったということで、まあ、こうだいぶこうこの電電公社になってるのかな、この時はもう責められましてですね、でそれから誘拐事件が起こったら、まあ、すぐに逆探知できるようにすると、まあ、いうことがこの事件の間に切り替わりました。なのでこの後はですね、脅迫電話みたいな1分ぐらいかけたらもうすぐどこの場所かっていうのが特定されて、そこに警察がボーンと突撃できると、まあ、いうことになったのはなったんですね、みたいなところはあります。ですね、今回この事件のその現場ですねを実際にちょっと僕行ってみました。で、まあ、実は東京でちょっと仕事があったついでにですね、まあ、赤坂の方で仕事あったんですけど、そこから自転車を借りて、シェアサイクルですね、であれで、入谷の方に行きまして、で入谷南公園を見てですね、でその後もう一つその小原が立ち寄った公園で、そこからさらに最終的にその吉野部ちゃんが殺害された円通寺も行きました。でそこでやっぱ感じたのは、その距離がすごいやっぱ長いのが驚きましたね。で小原もその右足が不自由で歩くのがその大変な状態でしたし、その吉野部ちゃんは4歳ですよね。で自転車で行くだけでも多分30分ぐらいかかるぐらいの工程です。なんで歩いたら多分 3,4 時間ぐらいかかったんじゃないかなと。で多分今の4歳の子とか、その僕でもですね、その距離歩いたらもうほんま大変やと思うので、まあ、そんだけの距離をよう歩いてたんだなという、まあ、ただただ昔の人の脚力がすごいっていうことだけなんですけど、まあ、それをちょっと実際に行ってみて感じました。で特にですね、まあ、これ全然事件と関係ないんですけど、東京のシェアサイクルってよう壊れてません？もうこんなん全然事件と関係ないんですよ。もうこれ行ってみてもほんまに感じたことなんですけど、よく壊れてますよね。パンクしてたりとか。大阪のねシェアサイクル僕よう使うんですけど、壊れてないんですよ。やっぱりこう東京の方が使う人がたくさんいるから、やっぱトラブルが多いんかなというのを思いました。ほんで今回借りた自転車はもう切り替えですね、ギア、あれが3段階あるんですけど1にしかならんのですよ。1ですよ。もう1ってもうカーってこぐんですよね。カチャ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 ってこぐんですよ。もうそれで僕赤坂からね入谷の方まで行ってですね、もう1時間ぐらいカチャ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 ってこいでました。何の話やこれ。まあまあでも大変やったということを言いたいだけです。はい、すいません。まあ、もしですね、このここ数日ですね、東京でカシャカシャしてる自転車ものすごい勢いで漕いでる人を見たら、それは寒いぼやと思っていただければと思うんですが、すいません、最後全然関係ない話でしたね。今日はですね、1963年に起こった吉野部ちゃん事件の後半についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。